アントワーヌ・ピネーはフランスの政治家、右派の政治家でバンサン・オリオール政権にて閣僚評議会議長を務めた。戦後のフランス政界において最も猛烈な性格の人物という評価を得た人物であり、首相経験者としては最長名を誇った。1891年12月30日にローヌ・ケンサン・サンフォーリアンシュルソーヌに誕生する。 第一次世界大戦に出征し、戦勝を意味に腕に障害が残る。小さな、ナメシガー工場経営者として出発し、1929年に、ローヌ県産モン市長に当選する。1936年に、フランス国民議会総選挙に、ロワール県から立候補し当選する。第二次世界大戦中は、ビシー政権の全国評議会評議員に任命された、ため、 戦後一時的に非選挙権を剥奪された。ピネーは戦後フランス政界にあって右派政党結成に動き全国独立主義者農民センターを結成した。この間、ピネーは1950年に公共事業、運輸、観光省として初入閣した。1951年の総選挙の後、ルネ・プレイバン、エドガー・フォール領内閣が短命のうちに倒れる中、 バンサン・オリオール大統領は、フランス社会党を中心とする組閣を断念し、1952年3月に、ピネーを首相に指名した。ピネーは、この当時比較的知名度が低かったが、後半な党派の同意を得て、組閣に成功した。ピネー内閣の成立は、右派の復権とみなされ、事実、戦前の対独優和主義者であったジョルジュ・ボーネ、元外務大臣などが復権した。リベラシオンは、 ピネー内閣を古典的右翼と非難している。一方でピネー内閣はピネー神話と言われるようにフランス経済に公共をもたらしたとされる。ピネー内閣は国内のインフレーションと第一次インドシナ戦争の継続とアメリカの軍備拡張要求により財政赤字に悩まされた。また北アフリカの独立運動も活発化していった。 1952年12月1953年度予算案が議会を通らなかったため内閣総辞職した。1958年にアルジェリア危機が先鋭化するとドゴールを支持しドゴール内閣の財務大臣に就任した。1994年12月13日に死去した。103歳に2週間足りなかった。ありがとうございます。